ね、まあさ、何も部長もあそこまで言わなくていいのにね。いや、ほんと女バカにしすぎだよ。なんなの、イラつく。所詮女なんてそんなもんなんじゃない。なんだ、ちょっとかっこいいとか思ってたのな。それはないわよ、あの人だって。え、あ、なんでもない。え、何？なんでもないよ。なんでもないって。ちょっと教えてよ。なんでもないから、本当に。もうそういうのなし。だって、あれ？ちょっと待って。何？なんか見られてる。え？え？いや、あの人その気あるから。なんでそういうこと知ってんの？え？だからそういうことあったんだけど、ちょっと。え？見られてる感じ。どこよ？怖い怖い。え？部長どこ？え？何これ。はい、お疲れ様です。何やこれ、本当に早めに切り上げようと思って。いやちょっと怒り気味出さないでくださいよ。めっちゃ怒ってるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れー。本当に入ります。いただきます。いや、本当にとんだ大根芝居だったな。え？え、じゃねえよ。え、じゃねえよ。何が？何がじゃないよ。そんなしらじらしい。こんな大女優を前に怒らせたな、大女優を。めっちゃ顔作ってきてる。怖い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 。どうもどうもどうも。いや、急にテンション低くなって大丈夫？いやいや、演じることでもう全部もうエネルギー使ったでしょ。はい、はい、じゃない。お疲れ様でした。いやいや、まだね。まだ1分半しか経ってない。はい、頑張ります。頑張らせていただきます。持つこれ、はい、大体15分から20分ぐらいやるんだよ。はい、はい、2時間やらせていただきます。やりすぎ頑張ります。改めて自己紹介お願いします。はい、はい、どうも、うん、マジコーラルです。そういう挨拶やってんの？全然入れなかった。そういう挨拶、もう一回そういう挨拶があるテイク2は本来ないけどね。わかりました、お願いします。どうもどうも、マジコーラルです。ちょっと次入れなかった。もう入るの難しいんですか？いや、難しいそうだけど、じゃあ練習しないよ。じゃあ練習しないよ。練習不足だから。本番にちゃんとやるから。いや、もう本番始まってるわ。本番が、うん、いやいや、何なんだよ、ほんとに。マジコーラルって言うんですよ。はい、マジコーラルです。どこの、はい、どこの、今どこ入ってるの？それは…いやいやいや、言えないの。あ、事務所から NG 出てる。いや、じゃあ絶対ダメじゃん、これやったら。じゃあ、嘘だろ。その、悪い意味で NG 出てるんで。悪い意味で、どっちにしてもダメだろ。お前らがそうやって言うと、うん、お前らの事務所は、みんなお前らみたいなのかってなっちゃうだろって。みんな大根芝居するのかってなっちゃうから、その大根芝居を認めたのね、今完全に認めたよね。事務所でもね、もうダントツやばいって言われてるから。やばいよ。なのによく挑戦しましたね。あー、かわいいかわいい、うん、はい、超かわいい。いいな、楽しそうだな。楽しそうだ。あんたも出てる。素人ですよ。素人。やめてぞ、素人感出すの。いやいやいや、まあ、おめえらが出したんだよ。まあいいや、うん、何がいいの、はい、いやね、マジコーラルね、うん、まあ、あの某事務所に所属してますけどね。某事務所、はい、ちょっとイニシャルとかで教えてもらえますか？ YCMとか SM、 はい、 SM？ SM だから、あの SM っていう、あの東方神起とか、あの、はい、SM エンターテイメント、うん、はい、少女時代とかと一緒の事務所に入ってるんです。謝るなら今のうち。いや、でも本当ですもん。え、知ってます？少女時代とか東方神起って SM っていう、うん、SM エンターテイメントっていう、 SM エンターテイメントっていう韓国の事務所に入ってるんです。同じ、あ、向こうはね、向こうはね、じゃあ違うじゃねえか、だから謝れって言ったんだよ。たまたまイニシャルかぶっちゃってるから、うん、あの、一応言うとくけ、世界配信だからね。世界配信？ありがとうよー。いや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 、なんで韓国限定なの？ちょっと今、ちょっとね、そうワード言ったんでね、うん、はい、というわけでね、うん、2人でやってます。2人組です、はい、2人組です、コンビね、はい、意外と思うんですけど、2人組なんですよ、ね、いやいや、どう見ても大体2人組が普通ですから。え、真ん中にたまに見えるって人いるんですよ。それは見える人に限るんですか？あ、そうなんですか。いや、でも3年前ぐらいはよく見られてた。よく3人だねって言われてたんです、うん、いた、はい、すごいビジュアル担当の、はい、真ん中に、あの、うん、ただでさえちょっとビジュアル担当なんじゃないかなってね、うん、思ってると思うんですけど、まあ、いや、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、僕そういう感覚持ってないんですか？いや、おかしいな。それはごめんなさい、僕にもちょっと問題があるかもしれないですけど。あ、そうなんですか、はい、まあまあね、でもまあ本当にここにいたんです、うん、いたんですよ。マジコーラの過去を喋りますけど、うん、喋りますけど、はい、え、トリオだったってこと？まあ、分かりやすく言えば、あの、ボケにゴールなかったらあんまぶっ込まない方がいいと思うよ。トリオでした。いや、嘘つけ。
本当に撮るよ。本当本当本当。あ、そうなんだ。知らないんですか。一緒にライブやってないかな。やってるよ。ますよ、あの有名な有名、うん、ベストなんとかってやつ。ベストイレブン。はい。ベストイレブンでトリオで出てた。出てました。あのコントやりますって言って、うんうん、出てきてずっと立って喋ってるっていうだけの。もうスタンドマイクないだけのね、漫才。何それ。あ、そうだったっけ。そうですよ。俺の中でもずっと2人でやってるイメージの方がちょっと強かったから、まあ、うん、そう思っていただきたい、うん、そう思っていただきたい。わかりました、うん、急にこんなテンション下がると思わんかったけど、ね、結果なんかあれ胸が痛くなるんだよな、あれ。なんでだ、思い出すと。まあそう、結構いや自分らでぶっこんで話したんでしょ。辛いかと思う。じゃあなんで入れたの本当に。結局まあ今2人でね、うん、やってますんで。なるほど、ね。はい、あでも2人になった時にほらなんかあの占いの話、占いの話。はい、占いの話です。うん、いやなんか急にぶっ込まれたみたいな感じになってるよ。占われたんですよ。占われた3人だった時に、そのあ今いる私たちの事務所に昔いらっしゃった女の芸人さんが、はい、今占い師やってるんですけど、ほうほうほう、ちょっとできるみたいな感じだったんで、はいはい、軽く今のこのその時トリオだったんで、はいはい、どうなんすかって聞いたら、はい、なんかタロットかなんかだったんですよ、その時は。タロット、はい、タロットカードで、おうおう、あダメだって言われて、これ3人だとなんか1人なんか合わない人いるよみたいな、なんかよくわかんない。でもその時はめっちゃ占い師も占い師だけどね、本当に気遣ったらいい。まあ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 、でもその時は仲、本当に仲良かったから、すごい仲良かった。そんなの嫌だよって思ったし、信じてなかったんですけど、結構すぐ後ぐらいに1人いなくなっちゃいましたね。結構早い。私後からそれ聞いてゾワーッと、今もゾワーッと。いや本当だ、なんでなんで鳥肌立つの。映るかな、鳥肌。いや映るかな。実っちゃったわ。うん、実っちゃったじゃない。そういう番組じゃないですか、これは。なんでね、まあそう、占い師紹介してほしい方はね、うん、こちらまで。いやだ、ごめん、まだそういう技術は入れてないから、ごめんな、力なくて、はい。自分で検索してください。あ、まあまあ、マジコーラル、中に関してはね、そうですね、面識はあるからね。うん、学校が一緒だったんでね。養成所で一緒だったりとかするから、面識はあるんだけど。某養成所ね。某養成所ね。出てますね。まあまあまあ、なんか、あんま公やりにはできんかな。何があったの、養成所で。全然いいよ。あ、ほんと、まあ、普通、うん、渡辺エンターテインメントのね、養成所行ったり。WCS。そうそうそう。はい、聞きたね。でも全然浸透しないね、これ。うん、NSC みたいにさ。WCS って私言うようにしてるんだけど、まあ、ダブルから始まる段階でね、もうそういうもんじゃないから、うん、言いにくい、まあ、でもナコは分かるけど、うん、そのサツキに関しては俺正直まだ知らないことがいっぱいあったりとかするから。あ、そうそうそう、えじゃあサツキのことを知ろう、イエーイ。コーナー始まったよ。知られたくないんですよ、だから。いやいや、なんでだよ。いやでも私ですら知らないこと多分いっぱいあるんですよ。あ、じゃあ逆にちょっとやだやだ、絶対答えるっていう体でもちょっといろいろ質問していってみましょうよ、そしたら。やだ、いや本当知られたくない、本当に人に自分のこと知られたくないタイプだし、でももう本当だからあんまり世界の人が見てるっていうのも本当に嫌だ、嫌なことだし、まあ、今答えてくれるわけないよな。一体年齢は、うん、まあ無理かもしれないけど、年齢とかは聞いてもいいですか。いや無理だよね、答えらんないよね。28歳だ。いや言うんかい。いや言ってくれた。結構簡単に言ってくれた。まあ、これはね、養成所で学んだような。85年。教科書通りにやったよ。教科書通りやりました。言ってないから養成所に。はい、85年生まれ、3月10日。え、今年で？今年で、だから28になりましたよ。28になる年。29の学年と一緒。はい。え、俺とタメじゃん、そしたら。え、そうなの。え、ゆやみってそんな年取ってる。うん、めっちゃダメだ。もう手遅れだけど、うんうん、え、ネズミ年。ね、気球になんでちょっと変な感じ。ゆやみ年、ネズミ年。あ、タメ、タメじゃん。いや、急にフランク、よりフランクになってる。タメです、タメです。どうした。ネズミ年の人聞いてるかなと思ったんですけど、今年で29、今年の12月で僕は29です。はー、はい、じゃあタメだね。タメなんだ。なんこれ何この女子大生みたいな会話してんじゃねえよ。おめえらがトークしたいって言ってるからやってんだろ。女子大生みたいな感じになるよそら。まあサツキの情報はここまでということで。なこ、はい、は、なこ、ね、は
福岡県出身。そこからいいよ。福岡県福岡市出身。なるほど。番地は何丁目？柳川2丁目です。もう行っちゃう。柳川？柳川。実家紫なんですって。実家が紫なんですって。あ、実家紫です。見つけられますよ。そう。柳川2丁目で紫の家って言ったらこいつんちです、うん。紫の家？そう、お母さんがもう異常に紫が好きで。ほう。なんか私上京する前は別にもう結構普通の家だったんですけど、はいはいはい、もう次帰ったらもう紫にめっちゃ塗られてて、やべえ、自転車も着る服も大体紫。そのうち頭も紫になるし、ね、あ、紫紫、あ、もう紫なの、もう紫なの。看護師だから、看護師なんかすごいやるじゃん、いろいろ。まあ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 、髪も紫、しかもなんかもうブワブワってして、ここがストレートみたいなの。肌の色も、いや肌の色も、いやいやいや怖いよ、お母さん。もうだとしたらただの打撲やと思うけどね。いやでも本当に、ほんで、いや打撲、打撲じゃないよ、もう返し下手だな、じゃないよ、返し下手だな、打撲じゃないよ、ってなんでそこら辺のただの女の子じゃねえか、私の、私のそういうこと言っちゃダメだからもう頭の回転悪すぎるんだよ。いやいやいや、そんなね、30歳なんですけど、あ、30か。そう、だから私はトークの勉強に来ました。あ、なるほど。いや、そうね、もっと喋れるようにならないとね、いけないですよね。先生、先生ようになりたいです。しゃべ、僕先生なの。先生、先生。でもやっぱ私からさ、その学校に行ってた2人ですからね。いや、まあ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 、じゃあちょっとやったらいい、あの発声練習じゃないけど。いやでも学んだことあるでしょ。まあ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 、じゃあ早口や、早口。早口、なんかアメンボ。アメンボ、でも知ってるし、アメンボ。はい、私めっちゃ滑舌いいですよ。今ちょっともう不安不安でしたけど、すがちょっともうつまずき始めてましたけど。え、ダメですか。アメンボ赤いな、アイ、いやもうそれリピートアフターミー、浮き肝に小エビも泳いでる、まあ、アメンボ赤いな、アイウェオ、その先浮き間に小エビも泳いでる。なんでこれ、これ世界配信してどうなんのこれ。なんでちょっとこう動きでそのリズムを取ろうとしてるの。普通にやっていいのかよ。いや全然普通にやっていいです。いや普通にできるのは普通にやってもらったら。いやできる、普通にできなさそうに。できるんですよ、私。あの、うん、ウイロウリとかも全然普通に歌えますし、あ、歌うんじゃないですか、喋れますし。ウイロウリを別に、はい、まあ実際はリズム乗らないよね、さすがにね、はい、あ、じゃあちょっとお願いします。ウイロウリ、じゃあ親方と申すわってやらないで、長いんだから。一瞬だけか、しばらくちょっと見たかったわ。いやこれはでもその私ちょっとやっぱあの過去があるんで。過去、はい、そうですね、過去がある。その口動かすあの職業をしてやってたんです。口を動かす職業そうそうそう、あの分かんないけど受け取り方によってはどえらいこと想像したんですけど何口を動かす仕事って、うん、そこちゃんと言っといた方がいいよ。言葉を発する、あ、言葉を発する職業。声優さん、あ、に近い、まあそんな、まあその辺はもうぼやっとして、いや、ぼやっとしたら、あ、ちょっと何やってたんだろうってなっちゃうから、うん、ほら、そういう口の使い方良くないよ、うん、いや、ダメだよ、本当にね、口元使ってくれなくなっちゃうよ。あ、すみません、あの、はい、やって、まあまあ、そういうね、いろいろありまして。いろいろあった、今、全然多分私よりしっかりやってますよ。おー、うん、で、今はもう、声優をやめて、今、声優やってますって、おかしいな、やめて、そういう、これから2人で、ちょっとね、はい、あの、バンド、うん、バンド、いやいや、お笑いじゃないんか、お笑いじゃないんか、バンドだから。嘘だろ、歌で世界は変えられると思う。だとしたらやめたやつ返して帰ってこよう。絶対必要じゃねえか、3人目あいつはドラムしか叩けねえから。いや、叩けるなら十分必要だろでも絶対ボーカルって言い張るんだからどんなん、お前絶対ドラムだろっていう見た目してくせに、うん、見た目、あ、見た目、だから野球だったらキャッチャーだろっていう、いるじゃん、ね、ある程度、なんかな、ふくよかな感じの方なのかな。そうそうそう、ちょ、見てたらどうするん、ダメよ、絶対見てねえよ。見てもらったらいいやん、うん、今その子は何してるんですか。なんか、多分、あの、なんだっけ、猫と暮らしてますね。うん、お、猫と、はい、じゃあ、いいじゃないですか、その人の情報は。あ、そうだな、私、その猫にめっちゃガツンって引っかかれたことあるから、ちょっともう、トラウマになっちゃってそう、そう、そうなんです。だからまあ、とりあえずさ、めっちゃダラダラ喋ってるけど、これ結構もう時間経ってんだよね。で、分かってくれたんじゃないの。何を何も分かんねえよ。いや、分かったですよね、今ので。え、年齢ぐらいしか分かってないよ。え、他に、じゃあ例えば、ナコです、ナコです、いやいや、ナコですどうすんの、次回もしなんかやるとしたら。次回はだ、とりあえずこれね、今これユーストリームですけど配信してるんやけども、はい、その一応視聴者数を、はい、100、
まあ、ユーストリームもしくは YouTube にまでアップするんで、100超えたら、まあ、次回どうした、まあ、リアクションしてたのね、まあ、次回またあの収録できますっていう。本当に、びっくりリハ通り。リハってこれだとやばいね。そうなの、絶対やり方変えてくださいっていうやつだ。あー、なるほど。そう、次回があるので、はいはいはい、まあまあ、頑張ってくださいっていう感じなんですけ ど、まあ、とりあえず次回何やるかとりあえず決めといた方がいいんじゃないですか。そうですよね、うん、まあ、もうこの段階で見終わって100回も見ない可能性あるんです、ね、出た、ネガティブ。そうです、まあ、やっぱりどうやったら、まあ、バンドとして売れるか。そうですね。まあ、真剣に考えたいんで。いいんだね。ガチで次回バンドでどうやっていくかっていう話やっちゃう。やろうぜ。絶対やれよ。バンドやろうぜ。絶対デビューしろよ。私立高じゃねえか。するよするよ。じゃあ、はいはいはい、ここにね、道玄坂のね、カフェでやっておりますけどね、うん、この辺いっぱいライブハウスあるんです、うん、あるあるある。ここら辺の出れたら結構いいバンド。オンエアウエスト目指しましょ う、もう結構それいいバンドでしょ。質問で行ったら結構でかいけど、うんうん、そしたらそう先駆けでここ使ってなんかやってよ、うん、だからそう、うちら生まれたのあそこだったよねみたいな、ここだったよねみたいな。そうだからちょっとあの世界の終わりのあれみたいな。何何や、手作りライブハウスみたいな。手作りライブハウス、うん、手作り自分作んのハウス自体をを作ってこう、うん、売れていったバンドがいる有名な方がいる。そう、うん、だからちょっとそれを目指そうかな。2番煎じ、日本は売れるから2番煎じは。いやいやいや、日本に限るけど1番を知らないから。1から作ってるバンド、うん、知らない。有名な人、まあまあ有名、まあまあ有名かな、うん、なんて人、なんでしたっけ、世界の終わり。それ芸人さんだよ。違うよ。マジでやばい。リアルバンドマンだよ、はい、世界の終わりって芸人さんいる。世界の終わり芸人さんもいるんですか。え、嘘、うん、多分まあ今やってるかどうか知らない。今やれないよね。あ、じゃあその芸人さんが多分今バンドとしてやってるんで。いや、じゃあ2番戦士な。、はい、じゃあ完全に2番戦士が通用するわ。そうなんですよ。なるほどね。事務所もミュージックついてるんで。そうですね。ダイヤモンドユカイ先輩もいるんで。それ続けて。おい、大丈夫か。そんな名前バンバン出してるけど、事務所の名前言ってないのに、そういうもうバレるじゃん。もう、うん、バレてないですね。てかいいんだね、次回はマジでバンドの方向性で。あ、じゃあバンドの方向性は言えてねえし。いや、バンドの方向性はちょっと決めよう。うん。え、あ、バンドマン、あ、2人のやるバンドとしてどういう方向性で、あ、確かに方向性の違いでよく解散しちゃいますもんね、バンドね。まあまあ、そこはやっぱり固めとかないといけないんで。いいの？俺言うとくけど、はい、バンドの知識ないからね。いや大丈夫です。戦える、リードしてあげるから。いや戦える戦える。お前ためじゃねえか俺と。え、戦える、何が。だからその話で次回戦えますかって言ったら、もうあれですよ、某、イニシャルで言うと、目上がり消し隊のアメトークみたいな感じのやつ。あ、バンド芸人みたいなことを言う、ね、やるようなもんっすよ。まあでもそれはバンドが好きって人たちでしょ。やってる人たちもいますよ、もちろん。あ、すいません。いや、じゃあそうですよ、じゃあ歌いますよ、じゃあここで。おお。あ、じゃあオリジナルソングを。わかった、オッケー。そしたら、うん、次回、はい、本当にバンドを目指すのであれば、うん、まあここ、道玄坂カフェカラオケの機器は結構充実してますので、もし、まあ、オーナーがもし、はい、オッケーをしてもらえるのであれば、はい、素質があるかどうかはまず試しましょう。いやいや、ただの女がただ歌う、歌う、ちゃんとマイクもあるんだ。いやいや、汚いマイクね、これで昔やってた仕事をちょっとこれ再現してもらっていいですか。はペロペロ。本当にやってないから。まあまあ次回ちょっと次回試しましょう。そんなぶっといのよ、うん、舐めてねえから、うん、はい、というわけでお前ぶっこんだな、最後の最後で。最後おい、やめてよ。まあじゃあ、はい、決めました。はい、はい、じゃあ次回はここでバンドとしての方向性を固めつつ、うん、素質があるかどうか、ね、もう歌ってもらえます。世界の人に判断してもらう。なるほど、わ、うん、かりました、はい、っていうことで、まあ、とりあえず終わるんやけど、番組タイトルどうするよ。は
はい、いやもう決まっております。あ、決まってるの。じゃあ、番組タイトルを言って終了してもらう形でよろしいですか。はい、そういうのやっとけよ。はい、じゃあ行きますよ、はい、それでは次回を期待しましょう、マジコーラルでした。マジコーラルの本当はバンドマンになりたい。ありがとうございました。